皐月賞も桜花賞もダービーオークスへの前哨戦。はい、どうも秘密結社フレガム総帥ハッチーでございます。まあ、ちょっとね、諸般の事情により今回は桜花賞、皐月賞の結果論という形でまとめていかせていただきたいと思います。というわけで、まあ順番ということでまずは桜花賞なんですが、馬券は的中ということになりました。まあ11点予想でね、3連単3780円、まあ買った分の3倍にはなっているわけですからね。まあ一応この週は3本予想を挙げましたが、まあ配分さえ間違えなければ資金はプラスになっているはずっていう感じですね。まあプラスになっているはずなんでね、今回は良かったなということにしたいと思います。まあそして勝ったのがアーモンドアイ。まあ一応ね、強いんじゃないかっていう話は流れてはいたものの、前哨戦、その王道路線で来た馬じゃない、まあ王道っていうか、牝馬なんで女王道っていうとちょっと聞いたことないから、まあ王道でいいんだと思うんですけども、その王道路線で来た馬じゃないんで、まあアーモンドアイ強かった、結果的にあんだけ強かったんだな、やっぱりと。まあ対戦相手弱かったんじゃないかっていう話とね、それにしても戦術の足だったっていう話でね、まあどっちかなって思ってたところなんですが、馬券を買う立場として、あの馬あんなに強いのになんでこんな人気だったんだじゃないわけですね。つまり、馬券を買う上ではやっぱり1番人気2番とかね、3番人気4番人気あたりチューリップ賞の序列、その1着2着3着と、まあ阪神ジュベナイルフィーズもね、そのままワンツースリー、順番2着3着入れ替わったけどまたワンツースリー、もうこの辺がトップ狙ってきて王道歩んできた馬では上位人気上位の強さだろうと。まあ当然そうすると5番人気までにはね、3頭全部収まるぐらいには、まあ両方勝ったラッキー大学、この桜花賞の段階で1番人気、それも1倍台というのは当然の人気だったわけです。まあ、つまりアーモンドアイじゃあ馬券で一番人気にしてよかったかっていうと、まあそれでね、大問題だったのが皐月賞に出てきた牝馬なのに一番人気にしちゃった去年のファンディーナ、結局7着でしたね。まあじゃあ弱かったかっていうと、その負けたファンディーナが先着を果たした馬たちっていうのは、その後の G1 でも好走してきた馬たちばっかり。まあ、確かファンディーナが7着で6着がね、今回大阪杯勝ったあれです、スワーブリチャードですか、そんな感じでね、みんな強い、本当に小馬になっても強いような、本物強い4歳世代じゃなかったらもうちょっとファンディーナも頑張れたんじゃないかってぐらいのね、馬だったわけです。まあファンディーナもそうしたら立て直したら牝馬の G1 ぐらいは当然狙えるって信じてるわけなんですが、まあとはいえ、まあそういう例を忘れずに、別路線で来て圧勝続きだったからってそんなに抜けて強いわけがそうそうないよっていうのはね、まあ普通はそうなんです。アーモンドアイが例外的名馬、まあ例外的名馬かっていうとね、桜花賞で苦しがって結構末脚一歩一歩は早いんだけど、ね、まあ、手前を変えて変えて変えてみたいなね、ちょっと苦しがってんじゃないのみたいなレースぶりでもあったなんて話もあるんで、まあオークスでもアーモンドアイを軸にするっていうよりはもう五等ボックスで手広く行こうかなというふうに思っております。そして皐月賞はまあ惜しくも外れってところですね。一応まあ1着3着4着は買ってて、5着もねひらめき大穴の馬だったんでね、2着馬が邪魔ですね、これがいなければというところなんですが、まあね、しかこれが競馬です。まあ配当で言えば1着3着は推奨してた2頭7番人気8番人気のワイドが確か3010円、2着がいなくての7、10、15だったらね、10万ちょいの馬券が当たってたわけでね、10万、大きいですね。10万あれば、まあ、何ができたかなってとこなんですが、でね、嘆き節もまあ言いたくなるぐらいそこそこ見えてて、まあ、しかもね、2着馬もまあトライアルではね、狙ってなかった馬じゃないんでね、本当は嘆きたくもなるんですが、まあ、外れは外れってことになります。まあ、てのもね、直前でまあ不良馬場から回復傾向の時はうちもなんとかなりますよって話をしたんですが、結局馬場は外差し傾向で、外の馬外の馬でね、まあ福永さんは福永さんでいつもの福永さんでしたし、もう分かってたよねっていう、うんね、コメントいただいた方もいたんでね、あれなんですけど、うん、また福永さん買っちゃって懲りないのって、懲りなきゃダメですね。まあ、ただ、まあ、それでね、見えてきたものもあるわけです。まあ、つまり、結局、それで、前から、こう、内を通って伸びた馬とね、外から刺してきて、っていう馬の、外を刺してきて、いい足で突っ込んできたなっていう馬が、東京競馬場に変わって、直線も長くなって、そこでしっかり勝ってダービー馬になるっていうのも、
結構よくあるパターン、まあ、エポカドローが抜けて強かったんでね、抜けてまあちぎって勝ったんで、オルフェーブル・サンクだし、エポカの2冠を信じたいんですが、まあ、そういうタイプも見とかなきゃなってことで言えば、まあ、これもコメント欄いろいろいただいた、皐月賞の前に、ね、この馬どうですかって言われた数が一番多かったのはグレイルなんですが、まあ、5着6着の馬がよく伸びてた、まあグレイルが6着、北のコマンドールが5着ってことで、ね、掲示板ってのとね、まあ、今のオフィス北の騒動なんかで、この馬のマスコミ露出が多い中で指してほしい競馬をした北のコマンドール、その話題の陰に隠れて同じように持ちか、まあ、もうちょっと実は上がりの足なんか見ると、最後の一つ目で言えばいい競馬をしてたグレイル、ダービーでどっちを狙いたいかって言えば、まあ、馬券の売れ方の違いの分だけグレイルかなってことになるわけですね。まあ、ですのでね、こんな感じで、まあ、ダービーの予想についてね、まあ、言及したところで、あとはどんだけの調整ができるか、青葉賞もね、勝ち馬は大体2着ぐらいに来ることもあるんで、まあ、僕の POG 指名馬が出てくる予定でいるんで、その馬が勝ったら青葉賞の馬を絡めたりしてね、まあ、そんな感じで馬券狙ってみたいと思います。これで桜花賞、皐月賞も、まあ、固そうとはいえ多分当たるでしょう。以上ハッチーでした。